こんにちは、エヴァト・タケシです。今回は、深い傷を負っている自分を幸せにする努力をすることで自分が輝くというテーマでお話ししていきたいと思います。そのままの自分を否定されると心が傷つきます。お前はダメだと言われ続けることで傷が深くなり、その傷が自分の人生に影響を与えるようになります。 例えば、怖い時に怖いと言った時、そんなことを怖いと思ってはいけません。それを怖いと思うのは、あなたが弱いからですよ。弱いあなたはダメですよ。と否定されると、心が傷つきます。したいことをしたいと言った時、そんなことをしたいと思ってはいけません。と言われることで、自分の気持ちは聞いてもらえないんだ、と傷つきます。そんなことを感じてはいけません。そんなことを思ってはいけません。 と否定される経験を繰り返すことで自分の気持ちは大切にされないんだという傷が深くなりその心の傷が自分の人生に影響を与えるようになりますどうせ自分の意見は聞いてもらえないからと自分の気持ちを言わなくなったりこんなことを感じる自分はダメなんだと自分の本当の感じ方を抑圧するようになったりします人と関われば必ず傷つくことになります なぜなら、人はそれぞれ違う存在だからです。自分が好きなものを嫌いという人もいるし、自分が嫌いなことを好きという人もいます。この世の中に、自分と全く同じ感じ方や考え方をする人はいません。私はこれがしたいんです。私はこれをしたくありません。と主張すれば、必ず、あなたはそれをしたいと思ってはいけません。それをしたくないと思うあなたは、おかしいですよ。と否定する人が現れます。 どれだけ似たような感じ方や考え方をする人でも、どこかの部分で必ずずれを感じ、この人は私とは違うんだと心が傷つきます。私たちは傷つかないで生きていくことはできないので、傷つくのはしょうがないことだと受け入れるしかありません。大切なのは私には深い傷があると認めた上で、その傷から自由になる努力をすることです。私には 自分は大切に扱われる存在ではないんだと思ってしまう心の傷があります。自分は愛される存在ではないんだという心の痛みがありますと認めた上で、私はその傷に縛られた人生を送りたくありません。私は心の傷を乗り越えますと決めることができます。私はこれまで感情を抑圧してきたので好きなことができませんでした。でもこれからは 自分の感情を解放して自分の好きという気持ちを感じ取ります。私は自分に好きなことをやらせてあげますと思うことが心に傷があることを認めてその傷から自由になる努力をするということです。私には自分をダメだと感じてしまう心の傷があります。でも私はその傷に自分の人生を縛られたかありません。なのでこれからは自分を大切にしていきます。 と決めることで、心の傷に足を引っ張られてばかりいた人生から抜け出すことができます。ということで、私たちは生きている以上、何かしらの傷を負っています。そして、もう心の傷に振り回されたくありません。私は心の傷から自由になります。と決めた瞬間から、あなたは自分らしく生きることができるようになります。自分を傷つけた他人や環境を恨み続けても、 あなたが自由になることはありません。大切なのは心の傷が自分の行動を制限しないようにすることです。この傷があるから好きな生き方ができないんだという状態から抜け出し、この傷を乗り越える努力をすることで自分が輝くんだと思って前に進んでいきましょう。私の心には深い傷がありますと受け入れた上で、でも私はこの傷があっても幸せになれますから、 と努力することで、どんどん魅力的な存在になっていってほしいと思います。今回も最後までご視聴していただき、ありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバとタケシでした。